難民支援に生涯を捧げた女性第8代国連難民高等弁務官尾形貞まず高等弁務官という英国が海外の植民地に派遣した政治的権限を与えた行政官が始まりです。 では国連難民高等弁務官とは、これは第二次世界大戦後、多くの難民を援助するため設立された国連機関であり、難民高等弁務官は難民の保護・支援に関し、独立した権限を与えられ、 全世界に5,000名のスタッフを擁する国際機関の長である国連難民高等弁務官事務所は難民や被護を求める人たちを保護し支援し自分の意思に反し迫害の恐れのある国へ送還されないように 国際法による被護・援助を与える権限を有する国連の機関であります。ウクライナの難民現在、ロシア軍の侵攻により、ウクライナから国外へ逃げてきた難民の数は、2020年3月21日の時点で、 1000万人を超えその大半を引き受けているポーランドなどの受け入れは限界に達しつつある現状なのですこの情勢に対し国際社会各国の分担は不可欠で日本政府も G7 の一員として ウクライナ難民の受け入れ人数を増やすことを内閣総理大臣が表明したのです。日本政府の民主主義陣営の一員としての責任を共有する姿勢が試されると言えるのだ。ここから本来の 第8代国連難民高等弁務官尾形貞子氏について述べる。尾形貞子1927年から2019年日本の国際政治学者政治学博士上智大学教授歴任した第8代国連 難民高等連務官独立行政法人国際協力機構 JICA 理事長を歴任した上智大学教授在籍中は上智大学の国際関係研究所所長や外国語学部部長などを務めた彼女はキリスト教徒であり キリスト教の博愛の精神を難民保護・支援において実施した人だった彼女の略歴は1927年誕生1951年精神女子大学英文化卒業1953年ジョージタウン大学 国際関係論中止課程終了1963年カリフォルニア大学バークレイク政治学博士課程終了1974年国際キリスト教大学准教授1978年から79年にかけ 国連日本政府代表部特命全権講師1980年上智大学教授に就任1980年から88年にかけ上智大学国際研究所教授を務めた1982年から85年にかけ 国連人権委員会日本政府代表を務め、83年から87年、の間、国際人道問題独立委員会委員を歴任。1991年、第8代国連難民高等弁務官に就任した。 以来再任を繰り返し2000年12月31日国連難民高等弁務官を退任した2003年10月1日国際協力機構 j 下 c a 理事長就任2012年3月31日 j 下 c a 理事長退任 2019年10月22日92歳で死亡したここに生前の緒方さんの写真を掲げておきます緒方貞子さんは紛争下の混乱した状況において常に冷静に判断し人道支援を政治的な思惑から 引き離すすように努めたのです高等弁務官に就任した1991年は冷戦が終わりを告げ民族宗教などに起因する地域的な紛争が増え続けていた時期だったその国際情勢の中で バルカン紛争が勃発し、小型さんは銃弾の中で人道援助を実行したのです。ここにヘルメットと防弾チョッキを着装した小型さんの写真を掲げておきます。さらににアフリカ、ルワンダにおいて 難民たちが多く収容されたキャンプの維持治安支援を推進したのです。この子供たちが尾形さんの手をまるでおばあちゃんの手にすがるように握っている姿の写真を掲げておきます尾形貞子は人命を救うための最善な選択を常に考え 現場の状況にに応じて柔軟に判断を行った人でした。同時に救援活動が人道主義の名のもとに政治的に利用されることに断固として抵抗した人だった彼女は紛争の高級的解決を目指し 国際社会に積極的な関与を求めたのです彼女は難民問題と平和構築には深い関係があることを世界中に訴え続けたのです現在のウクライナ難民の日本への受け入れにあたって緒方貞子さんの 精神が生かされるることを私は望んでいるのでいのす国連高等弁務官事務所との協議、法務省入国管理局の難民認定、現地大使館による速やかな難民ビザの発給、日本での JICA による支援、日本語教育 日本政府及び各地方自治体による日本社会への受け入れ文部科学省による教育支援等に緒形貞子さんの精神が生かされることを望んでいるのです私は世界に役割を果たした女性たち として、二人の女性に注目してきたのです。一人は元国連高等弁務官及び大下理事長を務めた小形貞子氏で、もう一人はドイツ首相を務めたアンゲラ・メルケル氏だ。小形貞子は、 キリスト教の愛の精神を紛争地バルカン諸国アフリカ諸国で難民支援活動に愛の精神を貫いた人だった一方アンゲラ・メルケル氏はプロテスタントの牧師の娘に生まれ若い頃 物理学者になりドイツの現状にキリスト者としての自分の理想を生かそうと政治の道に入りドイツ首相に就任したのですこの2人の女性の共通する点は信仰を持ち 愛の精神を難民救助支援に捧げ決してぶれることはなかったのです信仰を口で解くことは優しいのですしかし現実の紛争地域に行き子供たちを抱きしめ紛争を二度と起こさないように 国連安全保障理事会に働きかけ、安保理の改革を呼びかけたのです。メルケルは北アフリカ諸国の内戦で、難民がボートに乗り、ヨーロッパに押し寄せてきたとき、国内の反対の声にめげず、 難民すべてを受け入れたのです当然、ドイツ国内で摩擦が生じ、反対運動が起き、政治の面では反対党が優勢になり、ついにメルケルは退陣に追い込まれた。その退任の指揮でメルケルは 淡々と今まで彼女を支えてくれた人たちへ感謝を述べただけだった。緒方貞子もアンゲラ・メルケルもキリスト者としての愛を自分に任せられた現実の場に生かし決してぶれることのない人たちだった。 私はこの2人の女性を尊敬するのです。肉親と別れ苦しみ傷ついた人たちを受け入れる日本人の隣人愛が求められているのです。「隣人を助けると書かれています」。この目にいいっぱい涙を浮かべた 中年の夫人の顔を皆さんよく見てください。隣人として助けましょう。以上です。2022年3月27日 INU 研究機構学長教授久保です。